あなたがあなたであるために。
ああ、結束した。ありがとうございます。チャゲアンダースカさん、夢の悲劇そんなわけないね。夢のつぶてですね、結構難しい漢字書くんですけどね。あれは瓦礫の歴じゃなかったかな、違うかな。飛ぶに、空を飛ぶの飛ぶにだったと思うんですけど、違うかな。まあいいか。つぶてと言ったらあの漢字が出てきますんでね、それで、検索してみてください。まあ、CD とか見れば早いんですけども、チャゲさんもあの、ね、漢字のこのシルエットというかこの、ね、文字の、なんか佇まいというかね、それがすごいものすごくピンとくるものがあって、そこからなんか曲を作り始めたみたいな、ね、コメントを読んだことがあるんですけども、なるほどと。確かにタイトル映えする、感じだなというふうに思いましたけどね。いや素敵なバラードですね。これもソマさんアレンジでしたね。いやあの途中のね、不思議なあの空間にいるかのようなあの転調とかもうすごいですよね。この曲本当大好きで、ノッタトールが出る前に4枚シングル、来たんですけど、それの最後にであの発売された、夢のつぶてですね。でカップリングは確かその後スタンプに収録されることにもなりました、ホテルと砂時計のくびれた場所の、スタンプバージョンがね入ってるんですね。まあ、なかなか聞き応えのある、シングルでしたけども、カップリングそんなこと言って間違ってどうしよう、多分そうだと思うんですけど、いろいろね、たくさん覚えてはいるんですけど忘れてもいくんでね、ちゃんと本当のことを僕は伝えているのかどうかっていうのはいつも不安ではあるんですけども、あとね今日はちょっとマイクが違うんですよね。いろいろねなんやかんやいろいろ今日はね不手際がちょっと自分の中でありまして、いつもそのチャゲアスの、まだ歌ってない曲をしっかりとこの入れたプレイヤーのね充電が落ちてしまいましてですね、過去に使ってたやつの方に入ってるものをなんとかこう引っ張り出して今聴きながらやってるんですけど、まあ、そっちの方にも結構入ってるんでね、まあ、今日歌う分には、大丈夫だと思うんですけども、ちょっとねやっぱ、楽器が違うと一緒なので少し慣れるまでに時間かかるかなってちょっとですけどね、一回今歌ってみてなんとなく感じはつかめたので、熊本のあのフェスの時も、この定番のね手話のゴッパチっていうのを使って歌わせていただいたんですけども、僕はこれよりも手話ゴッパチベータっていう、マイクがありましてですね、そっちの方がこの抜けが良くて僕の声に合ってるんではなかろうかと思って、結構昔からそれを好んで使ってるんですけども、熊本もしかして、ずっとまあ、多分それはあるだろうと思ってたのでね、いつもあったので、変えていただいたりしてたので、それ自分でマイク持っていこうと思ってたんですが、マイクって通るかなとかいろいろ考えて、ギターの、ね、スプレー缶とか、空港で、飛行機に乗る前に没収されたこととかもあったんで、まあ、危険物じゃないと思うんですけど、あるだろうということでね、置いてっちゃったんですけど、その時に、そっちの方にそのベータの方を入れちゃってたので、そうこの、忘れてましたね交換するのね、こっちに普通のゴッパが来てしまったっていう、そんなに皆さんにの耳にはそんなに違う風には聞こえないとは思うんですけど、歌ってる本人からするとちょっとねやっぱ違うんですよ、歌ってる感覚が。それで抜けの感じもちょっと違うし、ボリューム感もなんかちょっと違う感じもするし、ちょっとだけそのいつもとレベルを変えてやってみてはいるんですけども、そんな感じで、これからの、ね、動画をね撮っていきたいなというふうに思っておりますけども、っていう感じですかね。はい、チャゲアンダースカさんの、夢のつぶて聞いていただきました。ありがとうございました。